はい、どうもこんにちは。ブレブレゲームスへようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。5月の7日に事前告知なく早期アクセスが開始されたハデス2をご存知でしょうか。前作は2021年ゲームオブザイヤーを獲得したローグライクアクション RPG です。その続編ということで期待が高まっています。今回の動画はハデス2のゲーム内容と魅力、プレイした感想、お手軽ビルドを紹介していきたいと思います。ブレブレゲームスではゲーム紹介と攻略動画を上げています。高評価とコメントもお待ちしております。では早速本編いってみましょう。知らない方は少ないと思いますが、どんなゲームかというと、本作は約3年以上の開発期間を経てアーリーアクセスが開始されたローグライクアクション RPG です。ローグライクと聞くと最近ではヴァンパイアサバイバーズを思い出す人も多いと思いますが、ジャンルにおいてハデスはとても有名な作品です。ギリシャ神話ではおなじみの冥界を舞台に、冥界の王女メリノエが時の神クロノスを打倒するために冥界からの脱出を目指す物語となっています。ダンジョン内では前作と同じくゼウスやポセイドン、アテナなど巧妙な神々が主人公の能力を補助してくれるようで、イラストは本作に合わせて新たに書き下ろされています。アーリーアクセスではありますが、ゲームバージョンは 0.9 を超えており、ほとんど完成した状態で早期アクセスが開始となっていますね。ゲームレビューは1万5000ほどが届いており、圧倒的に好評。シングル系でありながら10万も同時アクセスが届いています。アーリーアクセス時点で日本語にローカライズされていますが、特にアメリカ圏で人気を博していますね。またこのゲームはゲーム内の BGM も大変好評で、公式のチャンネルから一部の、ね、曲を聴くことができるので、ぜひプレイしていない人も曲を聴いてみるのも良いと思います。ダンジョンの途中で入手できる神々からの恩恵はランダムですが、しばらく進めるとこれに干渉することができて、その能力とかをね変えることができます。でダンジョンに入ってここをクリアすると報酬がもらえるという形ですね。報酬は強化素材やお金、また神々の恩恵など様々にわたりますが、それらをランダムで入手して道中の敵を倒して進めていって、最終的にはね最後のボスみたいなのを倒すとゲーム的にはクリアですね。まあ、ちゃんとしたストーリーも存在するので、まあ、今のうちにねある程度どんなゲームかを触っておくのも手かなと思います。ただこのゲームは回復手段がそこまでないので、本当にシビアなゲームだと思いますね。もう攻撃すると回復するとか、道中のなんか箱とかを壊すと回復が出てくるってことは、まあ、今のところ確認できなかったので、基本的にはこのようなね、敵を倒して道中で手に入る泉みたいなものがね、ストーリーを進めると出てくるんですけど、それでお金を払って回復するみたいなことはできるんですが、それ以外のね回復手段は結構ないので、もうシビアにね敵の攻撃を避けてやっていかないといけないって感じですね。ダンジョンクリアすると先ほどのお金が報酬として手に入って、次どのダンジョンに進みますかっていうものが出ます。まあ、こっちだと武器の強化、こっちだと体力が増強みたいな感じで進めていくという感じですね。率直な感想として、前作ハデスをプレイしていないブレブレとしては大変面白い作品だと思います。ちゃんとしたストーリーも存在するので、ある程度遊んだら飽きちゃうっていうよりはクリアするまでは遊べるゲームかなと思いますね。この武器が強いとか、この神々の恩恵が強いとかはありますが、一般的なハクスラであるようなビルドとはちょっと勝手が違いますよね。まあローグライクなのでもらえる恩恵とかね、武器は固定ですけど、神々の力っていうのはランダムなので、まあこれを目指すことはできるかなと思います。とはいえこのゲームは他のローグライクとは違い、ダンジョン内で出現するこういった泉で回復したりとか、まあ飽きないのね種類を増やしたりとか、あとはね、いろいろな恩恵を追加で素材を上げることで強化することができるといった感じの要素があるので、まあ、一旦行ってランダムで敵を倒してって、ああ死んだからもう一回やり直しかってこともなく、素材を持ち帰ることで次のね、ダンジョンに潜るのを有利にできるので、大変面白い要素かなと思います。ダンジョン内での神々の恩恵からキャラクターの属性とかを強化することもできるんですけど、このタロットカードみたいなものでキャラクター自身もね素材を渡すことで強化できるので、この要素も結構面白いですね。まあ、これだとチャージ攻撃はねこのゲームできるんですけど、その間2秒間自分以外の動きが遅くなる、まあ、ほとんど止まるんですけど、こういった効果があったりとか、HP とマナが20ずつ増えるとか、こういった効果がね結構あったり、あとマナが毎秒に回復するっていう効果がねめちゃくちゃ強いんですけど、こういった効果とかがあったりします。なので RPG 要素が強いローグライクといった感じですね。ハデス2は現在アーリーアクセスで3400円で発売中です。
今なら前作のハデスが 66% オフの952円で遊ぶことができます。まあ2には興味ないけど、どんなゲームが気になる方はこちらをね遊んでみても良いのではないでしょうか。では早速お待たせしました、おすすめビルド紹介です。中盤あたりでつまずくであろうケルベロスまでの道地をね簡単に行くことができるビルドの紹介ですね。雑魚敵なんかは走っているだけで処理することができて、1回あたり160、レベルを上げることで210とかまで上げることができます。かなり強い効果になっていますね。ダッシュだけではケルベロスの場合結構体力が多いのでちょっと火力不足でありますが、セイレンズなんかは走っているだけで倒すことができるお手軽ビルドとなっています。欠点としてはダッシュをすることで水上が発生し、それに当たった敵にダメージを与えるのですが、1体あたり5マナを消費するので敵が多い時はねあまり使えないですね。ポセイドンの効果は割とどれも優秀ですね。聞いたところによると前作でも優秀だったらしいですが、相手の攻撃を避けながらダメージも与えられるのでケルベロスも倒すことができます。アクセサリーはナックルボーン、ランク2ですが万人から受けるダメージがマイナス 15% です。続いてがタイトルの漢字は読めないですが、瞬時にマナを回復する代わりに最大体力が 20% マイナスとなります。マナ回復量は毎秒7ですね。白波の疾走、こちらが先ほど紹介した走ってるだけで波を相手にぶつけてダメージを与えますね。水しぶきに足滑り効果がかかるもの、通常攻撃のダメージがプラス 400% になり攻撃範囲が広がるか、マナ消費が上がるものですね。こちらも優秀でダガーの遠距離攻撃が戻ってくるようになり2回ダメージを与えることができます。特殊攻撃に凍結の属性を付与するもの、また通常攻撃が水しぶきになります。凍結の時間が長くなるもの、あとはあってもなくてもいいですがこのような感じになっていますね。カード効果については興味がある方だけ見てほしいですけど、必要なのは毎秒にマナが回復する効果以外は、まああってもなくても良いですけど結構便利な構成だと思うので、真似すると自分と同じ構成でダンジョンに潜ることができます。走って発動する効果なので武器に依存しないのが大変使いやすいですね。先ほどの遠距離攻撃も大変優秀です。率直な感想の中でいつも語っているイマイチな点ですが、特段なかったですね。これはライブ配信中にも皆さんと語ったことになります。これはブレブレが前作をプレイしていないからこそ変化とかここ解約になったよねっていう内容がわからないのでイマイチな点がないということであって、まあ、前作と比べると悪くなったところはあるのかもしれません。唯一思った点としてはこのゲームね死ぬと最初からになります。まあ当然ローグライクなので当たり前ですよね。2つ目のステージから敵のダメージがえぐくなってくるので近距離で戦うことはできません。唯一水しぶきで相手を押しのけながら敵に体当たりすると相手がひるむので、こちらの方法だけが唯一接近としては息してますね。ダメージを低くしてくださいとは言いませんが、ダンジョン中にある程度回復アイテムが出るようなシステムでも良かったんじゃないでしょうか。おそらくですが今のところは遠距離ビルドを使って外からチクチクダメージをもらわないようにするのが攻略の最適解かなと思います。とはいえアーリー時点でここまで完成度の高いゲームを出してくるとはさすがとしか言いようがないですね。特にローグライク、ローグライトが好きな人は買ってみても良いのではないでしょうか。冒頭でお話しした通りハデスを触ったことない人でも前作がセール中ですので、とてもおすすめなタイミングかなと思います。はい、ではいかがだったでしょうか。本日はハデス2の紹介とおすすめビルドの紹介でした。事前告知なしでいきなりアーリーが始まるとはなかなか驚きましたが、タイミングとしてはかなり良かったのではないでしょうか。まあ現在結構流行ってるゲームだったりみんなが集中してプレイしているゲームがないと思っています。まだ遊んでいる中でおすすめの情報とかビルドがありましたら紹介していきたいと思います。今回の動画は以上です。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ブレブレゲームスでした。